ではですね、まあ、仕事で使う一眼カメラの他に、まあ、日常的に操作感や画質などに妥協したくないので、まあ、高級コンパクトカメラを持ち歩いていました。しかし Xperia 1 Mark II からは高級コンパクトカメラ並みのセンサーが搭載されたりですね、まあ、操作性やエンジンなども一眼カメラに迫りつつなるものにあるので、アルファのセカンドカメラとして常に持ち歩くようになりました。今回 Xperia 1 Mark III では 70mm と 105mm の2つの望遠レンズが搭載されたことで、まあ、欲しいと思っていた望遠機の選択肢が増えてですね、まあ、表現の幅が広がったことがまず嬉しかったです。望遠レンズは一般的に超焦点レンズとも呼ばれてですね、まあ、本来広角レンズに比べてそれだけスペースが必要とされるんですけれども、 Xperia 1 Mark III では、まあ、従来機とほぼ同じサイズながら、レンズ1本分増えた技術力はですね、ソニーの自社でのレンズ開発技術があったからだと思います。